カットライン。俺の名前はヒロシ。観光庁向けのシステム開発を行っている会社に勤めています。まだ新人の俺の仕事はというと、ただひたすら役所から委託されているデータ入力の仕事ばかり。これも大事な仕事なのはわかりますが、こうも毎日単純作業ばかりでは精神的に参ってしまいそうです。部長、そろそろ俺にも開発の仕事を任せてもらえませんか。ただのデータ入力はもううんざりなんですけど。何言ってる。お前みたいな使えないやつに仕事振ってやってるだけありがたいと思え。な、その言い方はちょっとひどくありません。つべこべ言わずに、お前はさっさと作業の続きをやれ。それとこっちの資料はちょっと借りてくぞ。あ、それまだ使う予定があるんですけど。って言っちゃったよ。さっきの人は誤送だ。部長、しゃらきの浅い俺のことをやたらと見下していて、いつもめんどくさい仕事を押し付けてくる困った人です。それとなぜか作業途中の資料を持って行ってしまうことが多く、その度にこちらは迷惑していました。そんなある日のこと。来月のプレゼンについてだがな、次は藤見と広志のペアで行ってもらう。え、俺がプレゼンですか。なんだ、そろそろ新しい仕事を任せてもらいたいんだろ。ならせいぜいいい提案をするんだな。わかりました。うちの会社ではある種のイベント的に上司と新人でペアを組んで、社長や役員の前で企画立案のプレゼンをする習慣があるんです。新人なら誰もが通る道ではあるんですが、ここでの評価が悪ければ最悪クビになってしまうこともあるのだとか。で、俺とペアになる上司はというと。いきなりでびっくりだけど、ヒロシ君頑張りましょうね。はい、よろしくお願いします。髪はボサボサ、安っぽいヨレヨレのスーツに大きな銀縁メガネ。社内で最もダサいと噂される陰キャ上司こと藤見主任。彼女が俺の相方なのでした。お前ら底辺コンビでお似合いだな。せいぜい失敗しないようにしっかりやれよ。ぐんなんな、部長のやつめ、もしかして嫌がらせのつもりか。どうせだったら美人な先輩とペアが良かったなという気持ちはありますが、だからといって底辺コンビなんてバカにされる言われはありません。それじゃあヒロシ君、早速プレゼンの準備をするから、今晩仕事が終わった後で私ん家に来てくれる。え、藤見さんのお家にですか。うん、そうだけど、それがどうかした。いやいや、いきなりお家にお邪魔なんてしたら迷惑なんじゃ。てか俺男ですけどいいんですか。そんなの別に気にしないでいいわよ。それじゃあ約束したからね、また後で。はい、また。別に藤見さんに興味はないけど、女性の一人暮らしの家にお邪魔なんてして本当にいいのかな、などと戸惑いながら、仕事を終えた俺は彼女の家へ向かうことにしましたが、その戸惑いは部屋へ上がった途端より一層強くなったのです。それじゃあお邪魔します。って、なんだこりゃ。いらっしゃい、ヒロシ君、待っていたわよ。さあ準備を始めましょうか。メガネを取った藤見さんがとんでもない美人なことにまずは驚きましたが、それよりもまずはこの部屋です。まるで秘密基地みたいに何に使うのかよくわからない機材が散乱しています。一応聞きますけど、準備ってプレゼンの準備ですよね。この部屋でやるんですか。ああ、やっぱり驚いちゃうわよね。女の子の一人暮らしにしてはちょっとだけ色気が足りない気はするけど。いや、ちょっとっていうよりだいぶ男前な雰囲気が出ちゃってますよ。それに藤見さん、もう女の子って年じゃないでしょ。あら、ヒロシ君ってばひどいのね。そんなことより最初の質問だけど、準備っていうのはね、君には私の仕事を手伝ってほしいのよ。へえ、藤見さんの仕事ですか。プレゼンの準備はどうするんです。あんなの前日にパパッとやっちゃえばいいのよ。そんな。というか藤見さんの仕事って何を手伝えばいいんです。これデータ入力くらいしかできませんよ。君には五十田部長の逮捕協力してほしいのよ。ちょっと何言ってるかわからない。逮捕。藤見さん、あなたって一体。どうにもわからないことだらけですっかり混乱してしまった俺、順を追って説明してもらったところ、藤見さんがうちの会社の社員というのは仮の姿で、本当はインターポールに所属する捜査官なんだとか。それだけでも現実味がないのに、なんと五十田部長には業務上知り得た国の機密情報を外国のエージェントに売り飛ばしている容疑がかかっているそうなのです。なんかドラマや映画の話みたいで全然ついていけないんですけど。ドラマや映画じゃなくてガチでリアル、全部本当のことよ。ねえヒロシ君、私には君が必要なの。なんで俺なんかに。俺ただの新人ですよ。今回君とプレゼンのペアになったから、しばらくは一緒に行動するわけでしょ。もしかしたらそれで正体がバレちゃうかもしれないし、だったら味方に引き入れちゃった方が手っ取り早いかなって。なるほど。それに私、ヒロシ君の特技のことちゃんと知ってるのよ。もしかしてそれが目当てですか。さてね、あなたには期待してるわよ。
まだまだ半信半疑ではありましたが、それからは藤見さんと一緒に部長の行動を監視することになりました。その結果、俺にもだんだんと部長の裏の顔が見えてきたのです。よう、入力作業お疲れさん。もう終わっただろう。こっちの資料ちょっと借りるからな。またいい情報が手に入った。これ高く売れそうなんだ。今まではてっきり新人の俺への嫌がらせなのかと思っていましたが、なんと部長は他の社員が使っていた資料まで勝手に持ち出していました。どうやら部長という肩書きを利用して機密情報を不正に持ち出しているようです。ぐぬぬ、部長のやつ、途中で資料を持っていくのはこのためだったのか。どう？これで五十田部長がどんな人なのか少しは分かった？嫌というほどに。これまで散々人のことを使えないってバカにしてたくせに、裏ではこんな悪事を働いてたなんて絶対に許せません。何か証拠があればいいんだけど、あの部長意外とガードが固いのよね。資料を持ち出してるってだけじゃ証拠にはならないんですか？それだとただの個人情報流出でしょ。スパイ容疑としての証拠が欲しいのよ。だったら俺もバッチリお手伝いさせてもらいます。同じ会社の部下としても社会人としても見過ごすわけにはいきません。君ならそう言ってくれると信じてたわ。それからは藤見さんと協力して何とか証拠と呼べるものを手に入れようと頑張ったのですが、警戒心の強い部長の目を盗むのは難しく、どれも失敗に終わってしまったのでした。あー、まさか部長のやつトイレに行く時までノートパソコンを持ち歩いてるなんて。本当にね。もうこうなったら近々エージェントと接触するはずだから、少し危険だけどそこを抑えるしかないかしら。え、そんなことまで分かってるんですか？もしかして相手の情報も？ええ、当然把握してるわよ。五十田部長のお客はこの男。そう言ってとある外国人の男の写真を見せてくれる藤見さん。写真を見た俺はあることを思いつきました。証拠の方は任せてください。相手の顔が分かってるなら楽勝です。え、そうなの？でもどうやって？藤見さん、俺の特技のこと少しは知ってるんでしょ？確かに知ってるけど、そんなにすごいものなの？失敗はできないのよ。本当に平気？大丈夫です。 100% うまくいきますよ。それから俺は早速証拠をゲットするためにいろいろと行動したわけですが、その結果は後のお楽しみということで、そうこうしているうちにとうとうプレゼンの日がやってきました。それじゃあ藤見とヒロシ、早速プレゼンしてもらおうか。はい、わかりました。では俺たちからの提案ですが、企画の提案とはちょっと違うものになります。はあ、お前何言ってるんだ。社長だって見てるんだぞ。余計なこと言ってないでさっさと始めろ。ではこちらの写真をご覧ください。なんだこれは。で、なんでこんな写真がここに。なんだねこの写真は。写ってるのは五十田君、君だな。もう一人の男は誰かね。社長、これは何でもなくてですね。この男は海外のスパイですよ。五十田部長は業務上知り得た機密情報を高値で売りさばいていたんです。な、ヒロシ、貴様、その話は本当かね五十田君。だとしたら詳しく話を聞きたいのだが。こんなのただの嘘っぱちに決まってるでしょう。立ちの悪い嫌がらせか何かです。あら、嫌がらせとはひどいですね部長。こうしてお金を受け取ってる写真だってちゃんとあるのに。藤見、一体何のつもりだ。仕事のできない底辺社員の分際で。よし、早速今日にでも役員会を開こう。ご相談君、君にはそこで詳しい話を聞かせてもらおう。ま、待って、何かのお間違いです。そもそもこいつら底辺コンビにこんな写真が撮れるわけない。日頃の腹いせに俺をはめようとしてるんですって。これを見てもまだそんなことが言えますか、ご相談部長。なあ、この間の男、いや、その声、もしかしてヒロシなのか。そうですよ。先日部長が取引した相手はこの俺です。実は俺の特技は変装なんです。なぜか俺は昔から女性に浮気されることが多く、変装をして証拠を集めていました。それを繰り返していたらハリウッドもびっくりな特殊メイクができるようになっていました。そんな。だが受け取った金は本物だったぞ。あんな大金どうやって。それは私が準備したわ。ま、インターポールの捜査官ならそれくらいは余裕ね。インターポール？陰キャメガネのお前が。嘘だろう。嘘じゃありませんよ。藤見さんはバリバリ仕事ができますし、何よりも素顔はすんごい美人なんですよ。なんだと？そんな話こっちは聞いてないぞ。それよりゴーソーダ君、先ほど金を受け取ったと口にしたね。つまり罪を認めたということでいいのかな。分かってるだろうが、これは立派な犯罪だからな。泣きしまった。待機していたインターポールの捜査員たちによってすぐに身柄を拘束。会社をクビになるばかりか世界ニュースになりました。一方、俺の方はというと、プレゼン自体は大失敗だったので、会社から退職を促されることになってしまいました。ごめんね、ヒロシ君。
プレゼンの準備結局何もしないままだったから。ああ別にいいんですよ、元からあんまり向いてないなって思ってましたから、のんびり次の仕事を探しますよ。それなんだけど、ひろしくんさえよかったらこれからの私の仕事を手伝ってみない？え、それってどういう？君のことをインターポールにスカウトしたいってこと。せっかくの特技だもの、もっと活かさなくちゃね。まさか俺がそんなスカウトを受けることになるとは夢にも思いませんでしたが、まずは事務員としてインターポールで働くことになりました。これからはとても刺激的な毎日が待っていそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。